お疲れ様です。スマーケ作17日目やっていきたいと思います。ということで、トロフィー42でデッキがね、まあこんな感じかな。インドラを入れたんですけど、まあ今日もこのインドラありの方でやっていこうかなと思います。で、宝箱の鍵マジで使わないんで、ちょっと開けちゃいます。どうせゴールドになるんでね。てか、なんなら人生初ぐらいかもしれないさ、魔法の鍵みたいな、あ、宝箱の鍵か、使ったの。さあ、というわけでやっていきましょうか。現在42、前回の最高が5100かな。まあ、僕の負け策の最高5100とかなんで、もう言ったらあと、あ、やばいやばい、ちょっと怖い。本当にもう少しなわけですよ。僕の最多までね。そうだね、ちょっと気合い入れて。いつもは打たない攻め5まで打っちゃう。いやー、綺麗にちゃんと足るわ。おユニレベ暴力。あ、えお前、そんなバカな。なんで2枚あんねん。マジで。いや、見たことない。ガチで。2v2 かよ。ウッドタルはやばいっしょ。ガチで。2v2 でもあんまないよ。まあでも 2v2 で、ウッド2枚、積まれても勝っちゃうからな、枯渇で。僕らは。さあ、なので、これぐらいは、しばいていきたい。さあ、ネクロ言うのか。で、このトロ隊から言うのもゲットできるんで、そう、言うの持ちがね、現れ始めますね。いや、言うの使いてぇ。マジで。言うの好きすぎてさ、単純に使いたいっていう。本当に。強いとか関係なく、ただ使いたい。さあ、横にずらしてね、相手のタルババをね、空振らせます。なんなら当たっても残るっていう。いやー、これ来たんじゃない？たまたまなんか引ける用のタルで。オーケー！いや、マジで、この辺がちょっと楽しくなってくんな。ガチで。4200だよ。早くない？ちょっと最近さ、始めたが、ちょっと前にほんと始めたマクサクなんですけど、もうね、最多更新できますよ。さあ、次の相手はタールブキ。え？ロイヤルキングってさ、ちょっと前に当たんなかった？あれ？なんちゃらキング？いや、ロイヤルキングじゃなかったっけ？俺の記憶が正しくない？違うだけ？ずれてるのかな？当たったよね？いや、マジ多分履歴見たらワンチャンいないかな？ほんとに、ロイヤルキング当たった気がします。どうなの？気のせいかな？さあ、てか、ゴブリンバレルの採用率もガチで高いね。で、スキルを抜いたから、こういうプリンスの受けとかが厄介になってくんな。いや、どうしようかな、ガチで。いやー、助けてくれ。マスケ、インド、コウモリで、どっかにスケを入れるのか入れないのかっていう。悩むな。インドラなし、マスケ、マジでワンチャンサヨナラなのかな。マスケ、インド。やっぱ高回転の方が万能に戦えるっていうので、いや、悩むっすよね。ガチで。ガチで悩みます。本当に。どっちがいいんだろう。まあ、インドラでも単純にね、こういう格上系にも強いんだよね。まあ、インドラとコウモリのね、役割がやや被ってはいる。被ってもないんだけど、このメガナイトの後ろっていうポジションでは被ってるんですよね。まあ、両方いても損はないか。いやー、秒、ウィザードの登場時間 0.01 秒ぐらい。ガチでかわいそう。いやー、こうなるとマスケいらねえのか。いやー、マスケなー。ここまで頑張って育てたんだけど、マジでマスケがね、好きでもいい。好きか、LSP でもいいのかもしんない。コウモリきついからね。いや、マジで悩んでるっすね。今がこれで、一個前がこれで、ワンチャンこれにしようかな、みたいな。まあ、好きでもいいんだけど、結構本気で悩んでます。アウトロースケバ、あ、スケバレもワンチャン、レベル次第では使えるかなって感じっすよね。さあ、タールベ9ですね。いやー、俺、タールベ上げたくないっすね。まあ、僕のタールベが9なんで、やっぱ9がいっぱい当たるわけであって、タールベ上げると、やっぱその分相手も上がっていくんで、できるだけ上げたくないですよね。なんで、ユニレベを他の幅広く上げちゃうと、全体的にね、この、全体的にカード上げていくと、まあ、タレベ上がっちゃうんで、もうマジ使わないカードは上げたくないんですよ。そう、もう使うって決めたカードだけユニレベ上げていきたいんで、いやでもこのコウモリが強いんですよね。そう。いや、悩む。いや、強っ。マジで。登場して秒で消えていく。いや、かわいそうなんだけど。まあ、俺の勝ちの方が大事なんで。はい。あー、ウィザード強い。ガチでそれぞれ。いやー、でも、
そんなの関係なしで、いや持ってけ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 マジで、もう一発、いやみんな困る、これ対戦相手も困るし俺も困るし誰も幸せにならない。180、まあ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 、今42ね、あと800-900か、800-900でしょ、もう2-3回ぐらいでいけそうだな、2-3回動画上げるともう最多更新です。さあでもそろそろお化けにもね出くわしたいよね。タレベ10ですね。まあお化け化け物レベチウッド、いやーデッキ悩んでる余裕もねえか、おー怖、これもう一丁でコウモリも追加して、まあロケ打ってんでね、もうプリンス以外出せないわけですよ。いやー強ガチで強い。いやーでもこう見るとさ、ガチでコウモリ必須じゃないですか。いやコウモリは必須なんですよね。だからマジでインドラを抜くか、いやーインドラ抜く、いやーマスケいらないのかな、ガチでどっち、これ本気で悩むな。いやー俺が負けるときって何に負けるだろうね。まあレイジデッキ、エリババレイジ、バルーンレイジ、ウィザードレイジ、まあレイジなんですよ負けるのはね絶対で、それに対して強いのはやっぱインドラなんですよ。でも総合的に強いのもやっぱスケなんですよね、高回転。まあ LSP でも、うわぁちょっと集中しようか、ふぅ、いやー怖いね、俺メガネと13でやってるけど12来るだけで十分怖いね。一応止めときます、なんかバルーンとか来た時のことを考えてね。うん、いやキョスケ順ちょっと強いな。いやー踏んでくれるのガチででかい、一回踏むだけでも結構変わる。いやーでもスケ欲しいなー、うん、いやーコウモリも欲しい。え俺デッキどうしようなんか誰か作ってくんね俺のデッキガチで悩むんだよなマジで。一番いらない候補はでもマスケかもね。マスケスケででもインドラとか全部溶かせると思ってたんですけど、まあインド墓石でもいいやっていう風になっちゃうっすよね。いやマスケをスケか LSP 説はあるねガチで。うん、でもマスケ今回マスケにさ結構カード使ってきたわけじゃん。それを今からさあマスケも使わないですってするのもね、俺のドケチ魂がねあんまりなんかこう許さないというか、ちょっと嫌っすよね。いやーこういう相手に対してやっぱマスケもちょっと強いっすからね。いやーちょっとめんどくさいな、なんか思ってるダメージ取んねえっすけど、取ってはいるか。キョスケ12なんだけどやばいね。うん、まあバレる回転を取るか、うーん、あーなんか一枚一枚の圧を取るかっすよね。層を取るか、いやどっちを取るのが正解なんだろうね、もう分かんないよね正解とかも。インドルを外すっていうタクはワンチャンないこともないが、多分ないかな。うん、これもまあ全部キョスケでいかれちゃうからね。いやーやってるわこれ相手。大きかった、勝った。さすがにその端前でマスケも使ってからのロケはコストがねチートしてる場合ならね俺が負けるけど、それ以外は勝てないよね絶対。クラロはチートとかいないっすからね、平和な世界っすよ。よーし、いやー一瞬ヒヤッとするものの、まあ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 、いやでガチで悩む、本当に悩んでる。ファイブあるからな、なんでもなんとかなるみたいな。ファイブのレベルも上げたいちょっと。さあ宝箱、いやーワイルドカードもアーチャーはいらないね。これヒースピなんかいいやつ来ねえかなマジ。マスケ墓石ファイブ欲しい、いやー墓石ファイブガチで欲しいのに出ねえんだ。最近ガチャンないっすね。
ちょっとね、一回こっちでやりますね。マスキを好きにします。はい、高回転です。いやー、まあちょっといろいろ触って、もう本当にこれだなっていうのは、まあ絞る必要もないんですけどね。一番安定するやつがいきたいですね。安定感で。うん。でもそう考えたらこっちかもしれないな。マジで本当に今回はね、マスケに頼るって決めてたんですけど、結局やっぱインドラ強い説がね、ちょっとあるんですよね、僕の中で。うん。インドコウモリです。インドコウモリの、ザップ枯渇でゴブリンバレル宝石もあると。まあ、いわゆるメガナイト枯渇かな。さあ。いや、こっちの方がいいのかな。どうだろう。まあ、スケの枠はエレスピンしたいんですけど、エレスピンレベルないんで、ちょっと一旦スケっすね。なんか、コウモリ系がね、厄介っすよね、相手の。小物系。うん。マスキーいるとね、やっぱ全てに万能なるからな。スケルトンラッシュの受けとかも。そう、スケの受けがちょっと渋いかな、これ。まあ、でも、インドラはガチで、多分必須級かもね。うわー、これ、やばい。ちょっと待って。いや、バルーン飛んでくるとさ、怖くね？ガチで。バルーンってやばいよね。鬼ヒヤヒヤするよね。いや、でもインドラがさ、相手ターレベ8だからさ、あー、えぐいわ。あー、まあ、ズルしてるみたいな。俺なんかすぐズルしてる気持ちになっちゃうな。まあ、本当にズルしてるんですけどね、もう。いやー、悩むねー。メガナイト、インドコウモリ、バレル。は必須確定。いやー、ボスティングなくて。ファイリーボは、変えても雪玉とかポイズンとかっすね。ポイズンはね、結構ありだな。いやー、まあ、ここ墓石あるからね、やっぱ施設釣れるのもでかいよね。さあ、で、ファイボで。いやー、いいね。いいよ。いや、俺の相手、なんか、普通にできるっすよね。うまいっすよね。高回転インドラっすね。いや、高回転インドラだな。ガチ。うん。いや、マスクいらないか。いや、マジで、その、コメント欄であったんですよ。だから、ラッツさん、今回マスクを結構こう、気に入ってて、もう使うって決めてるんで、あんまこう、まあ、言いにくいというか、採用されにくいかもしれないんですけどっていう、いや、めちゃくちゃこう丁寧な、なんか言い回ししてくれる方で、YouTube のコメント欄でそういたんですよ。マスケをインドラにしたら、レアもね、他を上げやすくて、本当にいいと思うんですよねっていう、すごいね、丁寧な意見をいただいたんですよ。神です、その方。結構本当にその通りかもしれないね。もしかしたらですけど、マスケ本当にいらないかもしれない。いやー、悩むけど意外とこっちの方がしっくりくるな。やっぱ困った時の手札回しのスケがね、本当に強い。まあ1コスっすね。1コスなら何でもいいんだけど。ガチで、これだって急に強くなってくない？まあ5ポイズンはありっすね。ライトは、小物系がきつくなるんですよね。そう、ガゴムレとかに絶対勝てなくなっちゃうんで、まあ5かポイズンか、まあ最悪雪玉。のタクで、いやー、マジでチャレファイボでさ、飛ばないよなー、どうせ。どうなんだろう。飛んでくれんのかな、一個格上。いや、飛ぶんかい。一個ぐらいなら飛ぶらしいっすね、マジでチャ。そうなんで、もしかしたら本当に俺はマスケ、信じてたんすけどね、今回はガチでぶっ壊れで。でもやっぱ結局格上とかを考えたときに、インディー、インドラ君。さあ、いや、いいね。で、やっぱ、スケで回転早いと、その分、こう、意図的にサイクルをずらして、ね、2周目のゴブリンバレルを刺しやすかったりだとか、まあ、ピンチの時もスケで気合でね、回転サイクルいじって、ピンチをね、脱出したり、スケです！はい、決まりました。あんなに悩んでましたけど。マスケ、さよならです。はい。ここに来て。マスケがいらないことにね、視聴者さんに教えてもらいました。確定ぐらいの。
さあ、いやー、エンデベチンパン、えぐち。まあ、他変えるはもうないっすね。マジファイっぽいぐらいか。いやー、ここまでマスケに使ってきたのがちょっともったいないかなって気はするんですけど、まあ、一旦悩まずに墓石をあげるか。ワンチャンファイバーポイズンでもいいんでね。さあ、ヒースピーいらないけどもらうか。まあ、でも最後のあの、ゴブリンバレルプラスの攻めファイボとかはやっぱ強いんで、ノックバックあるんでね。まあ、そう考えると、ポイズンよりファイボの方がいいかもしれないけど、今回ゴブリンバレル10で言うのか。いや、ちょっと強そうじゃない？ウッド持ってないは多分ね、ないんですよね。このトルタイ絶対みんなウッド持ってんすよね。いや、そうなんだよね。あー、ロケホーか。ロケホーもちょっと格上に強そうだな。いや、言うてか。うん。確実にキング起動。間違いなくうまい立ち回りをしていく。ちょっと早めのファイアーボール。コインドラ、結構持っていかんかな。いやーで、回転早いから、この相手のちょっと高回転のね、枯渇についていけるっていう。いやー、熱っ！これ相手回ってる？ウッド。回ってない。ああ、いい感じに。相手のトルネの真逆に。さあ、ウッド使っていく。いやー、いいねー。いいねー。マスケ抜いたらなんか、めっちゃええやん。マジか。俺、マスケだけは今回確定だと思ってたんですけどね。メガナイトマスケ。まあ、削りきれない部分は、もう僕の高回転の2周目のテクニックとか、攻めファイボとかの気合で頑張っていくかな。やっぱメガナイトインドとかメガナイトコウモリとか、まあ、攻めファイボの使い方次第で全然戦えると思うんで。うん。やっぱ高回転だとそういうのがね、可能になってくるよね。さあ、ここは許容できそう。まあ、メガナイトつけなくてもいいかもね。これ一旦。いや、ガチ、インディベが強い。で、相手もただのコカッちゃんっぽいんで。ああ、ただのコカッちゃん。まあ、ロケホーあれ、引けるっすね。引いて、刺して。いや、あのロケット押しマジで、うわー、これ絶対うまいやつやん。ちょっと待って。ガチやばいかも。ちょ、一旦待って。うまいやつだ、こいつ。ペッカ来る？対空かロッ、なんかしたいはず。いや、いいとね。いや、格上バレルいけ。いや、タルリタギいってる。うお、あっつ。え、今回の相手ガチでうまかったっすよね。普通に。普通にやばかったっすよね。延命が。マジアチャのこの位置に出す人だって知らないでしょ、普通の人たち。あの位置がいいな、みたいな。いやー、オッケー、抜いてきそうだね、ここ。いやー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。普通にユニレベ、俺より下ぐらいのにね、ちょっと押されるかけるっていう。事件ですよ。事件。いやー、いいね。これ勝てたのがでかいとか言いながら、まあ、勝たんといけん。まあでも、クラロアパスもなくて、本当にセール変えるぐらいしかないんで、こっからのユニレベの成長がもうほぼないっすね、ぶっちゃけ。まあ、なんかが1レベ上がるとかはあるかもしれないんですけど、多分ほぼもうユニレベこれでいくことになるんで、多分こっからが結構渋いんでしょうね、ガチで。うん、4500後半から5000までが難易度急に上がると思います。周りのレベル上がるんですけど、僕のレベル上がらないんで、ユニレベがね。多分こっからっすね。うん。さあ、バレ飛ばして。あー、スケブか。スケブ。いや、マジ、墓石、ファイボだな。ファイボのレベル上げて。今までマスケに使ってたやつ全部返してほしいけど、インドラ持ってないからもうしょうがないですね。持ってなかったんで。そんなんも言っても何も変わんないんで、今から頑張って集めます。さあ、回転早いよ、このゴブリンバレル。マジ、バレル飛ばしてからの、スケコウモリタル、もう一枚か。スケコウモリタル何でもいいから出すと、回っちゃうっていうね。いや、強っ。うん、インド。
こうスケで囲めるとこのインドで溶かすそう。いやいいね。いやスケルトン強いよ、マジで強い。うん、インドでプレッシャー耐えながら相手ウッド持ってるんで、ちょっと奥めにねウッド空振らせたい。でコウムレも追加して、いやーいいよ、ウッドも空振るしコウムレも入る。はなんか俺エッチになったな、攻め方がね。やっぱプレイにこのエッジとかね関わってきますよね。いやマジでちょっと後ろとかちょっと横とか、意外とこう本当に公式戦でもね、ゴブリン一発ちょっとずらして入って勝つとかも見るぐらいね、結構あるんで、意外と大事ですからね。やっぱエロさ、クララワにエロさが関係してくる時代になった、ついに。さあこれはホグは残り物のスケでなんとかなりそうなんで、いやーいやマジで強すぎ、なんかもう全てが強い。で回転早いから2周目でゴブリン、ああ気持ちいい、もうえぐ、こんななんかね10秒デッキかっていうようなゴブリンのね言い方。いやーガチでさあ金高価でも4500、タワーレベル8、いやってことはうまいよね。一回これ今までみたいなね、あのもうスキップして余裕サンクラでーすはね多分できないですね。まあ相手が強いんでね、こんなところにタワーレベル8でいるなんてもう強い敵しかいないんですよ。そうだからさすがにスキップなんてできないんですよね。うん、さあ枯渇、ここは踏まずに、うわうまい、ガチでうまいやん。え待ってやばい、だるい、普通にだるい、うわこれやば、待って普通にやばいかも。入れ、祈り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 、オッケーオッケー、いやめっちゃいい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 、なんでなんで、でけえ、相手が攻めすぎてたのがでかいけど、こいつガチうまいっすね、普通にサバ勝つね。サバカじゃないとこんな動きできないっすね。端前の延命、うん、いやーでかいね、前ではちょっと攻めすぎてたよね。俺は多分その辺のユニレベル高いから、あその辺の格ゲーやと思って戦ってるんかもしれないですけど、ちょっと上手い格ゲーですからね、舐められちゃ困るぜ坊主。うん、さあタルババを持ってるのになぜかタルババを使わないで防衛していく男、うん、はてないっぱいで、回転早いからね相手打って回ってないんで、これ普通にきついっすよ。うん、いやーいいね、バレーのレベル高いからこのコウモリも結構入る、いいね。これ真ん中にインドル出すとマジアチャで射抜いてくるんで、マジアチャ読み5を決めちゃってもいいですか。さすがに抜かないか、コウモリでした。いやマジでコウモリに当たらんこのゴミファイボが恥ずかしくて、ちょっとうん、マスケ流してしっかり樽の、いやめんどい、コウモリ追加か。いやでもやっぱみんなあれっすね、ウッドが結構入ってくる、ザップが入ってこないっすね、もうウッドとか樽ババがやっぱ入ってくるんで、このコウモリがね強いっすね単純に。うん、俺もきついし相手もきつそうにしてるし、うん、さてはコウモリマジで強いですね、これマジ落ちてくるんじゃね、はいこの辺に、この辺に、はいはいはい、さあ引かせてもらって、まあ最悪防衛ファイボでもいいですからね。いやでもうまいやつが出てきますね、ちょっとこの辺からマジでうまい。うん、やるな言われてるんですけど、どういたしまして、おい、どういたしまして、日本語じゃないか、うい、ありがちゅう。さあということで今日はね4500で終了です。いやそろそろマジで敵がうまいっすね、なんか怪しいっすよね普通に。いやお前うまくねっていう相手が結構増えてきたので、ちょっと本当にね気抜かず集中して頑張っていきます。あと600で前回の最多超えれるんでね、はい、応援のほどよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。ではおっちゃんです。おっす。